番組執事がいてですね、こちらがいつものアイアムのだと。アイアムのだです。あ、皆さんアイアムのだご存知ですか？知ってるって方、知ってるって方。あ、見事なゼロ。すみません、あの本当の大会で2だったんですけども、はい、鬼ヶ島というね、こちらのお二方いいですか、紹介させていただいて、こちらがリーとマルコです。二、うん、人は今日も XXL Yes, Queen, yes, Queen. クイーンですか？クイーンです。もうこれ映画の中でもですね、あの男のこのイケメンマッチョが女性のことをクイーンとこう崇めてくれるところがもう盛りだくさんあるんですね。気持ちいいです、うん、疲れて帰るとですね、エグザイルのライブを見るんですね。でエグザイルっていうのはあの裸にベストで、あのすっごいなんか汗かいて、踊るのをいやらしい目で見るというのが私のストレス発散なんですが、それそんなへですもん。それを上回るマッチョのイケメンの肉体美が、ゴリゴリの肉体がですね、もう腰を中心に動き回りますので、これはもう皆さん女子会でぜひ見ていただきたい、うん、もう終わりにはですね、おそらく皆さんシートがビチョリンコですよ、ね、女性ホルモンでハンカチなんなら引いてみてくださいね、本当にもう大変なことになります、飲み会で男性から下ネタを振られた時に、いい女はどうやって返せばいいですか、いつもうまく返せず困っていますありますよ ね、 すね、まあ、下ネタ振られるうちが花ですけどね、本当はね、うん、何カップって聞かれることがあるんですか、はい、そうなんですよ。その時はじゃあどうやって、B カップってことですか。B、ちょっと小ぶりなね、はい、正直に返してました。ちょっとそれだとね、まあ、その場の空気もねあまり盛り上がらないし、本人も別に言いたくないですもんね。そうですね、うん、はい、ちょっと良くないですね。何カップなの。右が D で左が E カップだから、今夜あなたが整えてね。わかりますよ、若干意味がわからないという空気が、まずなぜカップが違うんだっていうところもね。でも実際ありますからね、女性は右と左が違うと、ちょっと微妙に違う。で右の、まあ、パンをこねるように、そのちょっとした違いをあなたのこねくりま、こねくりますっていうことですかね。でなんかこう均一にしてねという返しですね。いい女が思ういい男の条件はですね、ここにいる2人、うん、イケメンマッチョです。ミュージックスタート、うん、さあ皆さん、今日はハレンチなイベントへようこそいらっしゃいました。そういうのがないですか、ハレンチなイベントじゃないですか。ハレンチなイベント、今からがスタートです。ここにいるですね、おあらららら、あれ、おー、大丈夫ですか、大丈夫ですか、本当に大丈夫ですよ。皆さんこの後見る映画、こういうシーン盛りだくさんですよ。おー、 B さんと、そうそう、解放させて自分を、女性ホルモンを上げていきましょう。本当に、まあ、もちろんスケベ心をどんどん上げていただきたいし、女性ホルモンを上げていただきたいんですけど、最高の本当にエンターテインメントな映画なんで、これ見た後ちょっとお台場をもしかしたら皆さんちょっとノーパンで走り回りたくなるかもしれませんが、それだけ注意していただければと思います。一番シートを濡らした映画の瞬間とかっていうのは最後かな、最後ね、あの本当に最後の最後に舞台上がるんですけど、女の子をまあ引っ張ってきてステージから、まあ、服は着てますけど、もうこう上に乗っけて、もう腰のグラインドがもうすごいんですね。これもう服セックスじゃねえかって思うこれ服着てるセックスじゃないかっていう風に思うところですね。